はい、ありがとう生態の平野です。まあ、新型肺炎ね、もう本当に、日本各地でですね、ポツポツ出てきて、まあ、この2月の後半から3月にかけてね、もう止まらない状況になるのではないかなというふうに思うんですけども、まあ、まあ、予防もね、非常に大事だと思うんですが、まあ、なった時にね、いかにこの、まあ、対応できるかというふうに考えるとですね、またちょっとあの話がですね、いつも最近ちょっと同じ話になってしまうんですけども、この腕の緊張がですね、強すぎるために肩が巻き込んで、まあ、肺を潰している状態、この状態で、その肺炎の、まあ、ウイルスに戦う、のと、この、ね、腕の緊張を取ってあげて胸がこう広がって、酸素を、ね、吸いやすい肺が、活発に動きやすい状態で、肺炎を、まあ、迎える肺炎ウイルスを迎えるのと、これは、非常に僕は違うというふうに、考えて、います。もうかかってしまうのはね、これから、まあ、防御するのは非常に難しい、形になっているとしたらですね、まあ、なった時にいかに、それをね対応できるか、そこが非常に大事になってきていると思います。他にもですね、この肺炎シリーズ、ちょっと、お話ししてみたいなというふうに思っているので、探してみてください。